ダックコールは、稲見和義の連作短編集、レイブラットベリの姿勢の男がモチーフになっている。ちなみに、ダックコールとはカモブへのこと。原稿自体は、早川書房から上司された1991年2月より、前に完成。その作品を読んで感動した、書評家のナータカズオが新庁舎の山本修五郎、小専門の担当者に原稿を持ち込みノミネートという、 敬意をたどる。第4回の山本賞は稲見の他に小池真理子宮城谷正光などの後にメジャーで活躍する作家がノミネートされており、著名度が低い稲見は苦戦が予想されたが、実質的に稲見と同じく評価の高かった中島らもの今夜すべてのバーでどの一気打ちとなった。その中で稀に見る美しい小説、同心を持った作家、 脳に意見あり等の選考委員の多大な指示を得て受賞することとなった。物語は日常生活に疲れた日に出かけていた若者が石に鳥の絵を描く不思議な男との出会いを描くプロローグモノローグエピローグと以下の6つの物語から構成される。なお、特に書質が書かれていないものはすべて書き下ろしである。 CM 制作のプロダクションに勤める若者は PR 映画に使用するビルの間の太陽を取るために根津の番をしていた。そんな折非常に稀な種の鳥であるシベリア大橋市議を見つけ。アパラジア山中、危険を落として仲の悪い村サザンヒルに狩りに出かけた北西の村のサム。そこで旅行場との大量虐殺を目撃する。ミステリマガジン1990年6月号初出。 ガンを患いが医者をリタイアした、私は趣味である、狩猟の最中に、パチンコで密漁に憧れる少年、ヒロに出会う。キャサリンという老人ホームの老婆とも知り合って二人は、いつしかケチな不豪の家の鳥を密漁しようと企む。脱獄した、アメリカインディアンの大きいたちを捕らえようと集められた山狩り集団。その中の一人日系人の、ケンタカハシは、 大きいが脱獄した理由が故郷を探すためと知って、老人、現像は夢を見ていた。昔、漁船が火事で沈み溺れそうになった時、亀に捕まって、助けを待っていた時の夢を、カモに似せた、模造の鳥、デコイと、訳ありの少年、文との、シーズンオフ間近の遊園地の観覧車を舞台にした、ちょっとした、冒険談。奇想天外1989年第10号。 嫌な世の中だなぁを、解体、開講したもの。ありがとうございます。